足回りの F パーツですね、切り出してゲート跡の処理をしました。でこれを今から塗装していきます。このサフェイサーエボのガンメタで塗ったところにかぶせていきますので、まあ、メタリック系じゃない方がいいかなと思いまして、今回使うのはこちらです。メカサフのスーパーヘビー、かなり濃い、タイプのグレーということになるんですね。グレーのパーツ、これ塗装終わりました。このメカサフを使ったんですけれども、スーパーヘビーですね。やっぱりあの元々の成型色とよく似てますね。若干濃くなったかなというような感じです。はい。で、ただやっぱりこの一面同じ色だけというのはちょっと、あまりにものっぺりした感があるんで迷ったんですけれども、まあ、ひとまずあの墨入れだけやってみました。かなりモールドが細かく入ってますんで、おっとっと、ね、こういう風に墨を入れてあげるだけでも結構あのメリハリ強調されていいんじゃないでしょうか。でこれを今から組み込んでいきますけれども、まずはこれを入れてあげます。これを塗装していなかったんで、ここで作業が一回止まっちゃったんですね。でこれで伸ばしてあげると、こうまた収まるという。だからここガンメタのサフェイサーエボでもいいかなとも思ったんですけれども、まあまあいいでしょう、これが。でその次にこれですね、あの金色のメッキ、この銀のメッキの上から金が重ねられているような状態になって、まあ、見た目シャンパンゴールドのような淡いゴールドのような感じになってるんですけども、これね、まあ、ちょっとあのなんていうのか、質感というか雰囲気としてもうちょっと感がすごくあったんですけど、ただまあ、あのこれね、こうアンダーゲートになってるんですよ。せっかくねメーターさんここまで手の込んだことをしてくれてますので、ここは尊重しまして、あえてこのメッキを落としたりとかそんな野暮なことはせず、そのまま使うことにしました。ただ、まあ、そのままだけっていうのもなんなので、一応ここも墨入れはしておきました。ちょっと画像図じゃ、まあ、映像では分かりにくいんですけれども、はい、いずれもこちらの黒を使って墨入れをしております。はい、ではですね、もうあの説明書に沿って組み込んでいくんですが、こっちは一回り大きめの V1 の7の方ですね。7をここにはめ込んでいきます。ちょうどアクセントになりますよね。ここはちょっと艶のある感じで、こっちは艶のない感じになってて、同じメッキパーツではあるんですが、メリハリが効いてて面白いですね。で、その次ということになりますが、ここはエッチングシールを使う。エッチングシールってでもすごいですよね。どういうことだっていう感じもしますけれども、はい、これを貼るんですけど、剥がすときはここに書いてますね、剥がすときはゆっくりじゃないと曲がっちゃうってことですよね。これ位置合わせがなかなかね、はあ、難しいですね。ここにこう入れて蓋をする。はい、おなるほど、うまく収まりましたよ。見えます？なんかこうキラーンと光ってくれるといいんですけど、今来てる、あー来た、これね隙間から見える、これは多分全部装甲をかぶしても見えるとこですよね。うん、だからアクセントにちょうどいいところだと思います。こうやって見た時にやっぱりこの単色塗りなんですよね。だから結局これだけ細かいモールドが入ってるので、もう少しこうアクセント的にこうパネル一つ一つ色を塗り替えていくとか塗り分けていくとかね、そういうことをされる方もいらっしゃると思います。そこはすごくあの手間がかかるんですけど効果絶大だと思いますんで、はい、私はもういっか、どうせ速攻かぶすしって思っちゃうんですけどね。はい、まあ、高額なキットですので、それぐらいやり込んでもいいと思います。で続きですね、今度足の裏のここ、そういやかかとつけてないな、かかとこれだ、まだかかとつけてないですよね、これまだね。そうですね、やっぱりこの工程を忘れてる。ひとまず足首バラしてやりました。
なんで塗装ブースの中にこの部品が残ってるのかなと思ってたんです。どこかに使うんだろうなって思っていたパーツがこんだけまだゴロッと残ってたんですけど、実はそれがかかとのところだったんで、この工程すっかり飛ばしました。ですね、まず先に入れちゃいましたけど、これ一つ目入れて、で向かい側これを入れてあげると、その後ろにさらにこれがあったんですよ。そう、こうね動くんですよ、かかとがね。これを入れて、そっからはい、これを入れてあげないとダメです。ここちゃんと穴合わせて入りましたね。この辺りもだから本当塗り分けをもう少し細かくするとか、なんかね、と見るからにした方が良さげなんですけども、ちょっと本当にしてなくて申し訳ないですね。はい、これで足の裏がこうなっているということなんです。そんな、なんか足りないなと思ってたんです。だからこの状態で立つんですよね。本当の、なんていうか、スムーズですよね。はい。スッと入るんですよ。でバキッとくることもないし。ストレスないですね、組み立て。なんかこれもし塗装せずに、ここどん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 組み上げていったら、ごっついキットですけど、本当そんなに時間かからないんだろうなって思いますね。はい、ってなこと言っておりまして、こっちはだからさっき途中までやった左足の方ですけど、こう自立します。うわ、この段階でこの雰囲気すっごいかっこいい。はい、ということで続きをやっていきましょうね。さっき右足の方を組んだんですね。そうですね、右足の方を組んでこの状態にしたということで、これなんで被ってんだこれ。はい、続きです。今度は小さい方の丸6番を、違う、その前にこれだ、ここまで行ったから、次足の裏だ。足の裏のとこで気づいたんですよね。だからこれもだからこれマイナスモールドになってて、これダボをつい切りたくなるんですけど、これこう入れた時に出てくるんですよね。これがあれ、合ってますね、位置ね。でこれをそっとそっと入れてあげたらいいと思いますけど、こうなった時にこう見えるんですよね。だからこのメカサフのスーパーヘビーで塗った色と、こっちのガンメタのサフェイサーのこの色の違いがこういう風に出てくると。はい、かっこいいですね。でつま先側はこっちか、ここに入れてあげれば、ちょっとずつ4箇所刺しますので、はい、結構きつい。あ、そうか、塗装したからな。塗装した分やっぱり塗膜の厚みがあって、このクリアランスがややきつくなってるんですね。だから気になる方はまあそこも塗料がつかないように塗るか、もしくはこのはめる前に塗装を取ってやるか、塗膜をね削ってやるとかね。これも後でハッチオープンした時に見えるところになるので墨入れをしてあります。この内側にもしてあるんですけど、まあ内側はねほとんど見えないとは思いますが、いかにもガンダムですよね。ここ、うわ、ガンダムだわ。はい、でそうそう、でこの小さい方をここに入れる。この中一生懸命塗装したのにこれかぶしてるの見えない。そういうもんっす。全く見えない。ここなんかモールドが気になったんでね、ちょっと塗装しちゃったな、頑張って。完全に蓋しちゃった、はあ、さあまあ、この段取りをもう一回今度左足でやっていくということですね。はい、足できました。でもこのアングルから見ると全然わかんないですね。はい、
分かるようにいきましょう。こうなってます、ほらね、なんか密度が違いますよね、密度がね、はい。まあ、これ本当はあの足だけですし、まだ中身だけなんですよね、側は全くついていない状態なんですけれども、こういったまあ色味重厚感ある感じですかね、メカメカしさで、この赤とかシルバーとかゴールドとかちょっとずつこうワンポイントに入ってますので、いや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 、もうかっこいいですね。はい、ひとまず足がここまでできましたので、次のステージへ移っていきましょう。